どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。もう見てわかる通り風邪ひいておりまして、まだなんかね、先日のちょっとね悪かったのとまたなんか違う風邪っていうのは、先日はすごくだるくて、風邪っちゃ風邪なんだけど、だるかったんですよ。でそれがね、やっと昨日ね回復して、うわこのかなり良くなったわっていう感じになってたんですよ。で、昨日ね動画撮影した後にもうめちゃくちゃ、もう2日間ほとんど何も食べてないのかな、ちょっと食べたぐらいで、ほとんどそうだね、ほとんど食べてなくて、体重もね、0.8 キロ痩せてたのかな、66点何歩とか、風呂入った時、上がった時に、ね、結構痩せてると思って、そんぐらい食べてなかったんですよ。水分だけは取ってたんですけど、で良くなって、でめちゃくちゃなんか体調良くなったんだろうね、腹減ったから、ラーメン食べて、で帰りにね、これちょっとテーブルにちょっと映ってると思うんですけど、トライアルに行って、とにかく腹減ったからなんか食べようと思って、めちゃくちゃ腹減ってたんですよ。でラーメン食べ行った後にこんだけ買うぐらい、お腹空いたと思ってて、で帰ってちょっと食べて、で薬ね、薬これこのパブロンゴールド、これなんかなんか粒タイプですね、こういう粒タイプのやつ、これが常備薬っていうのかな。でうちっていうか自分の部屋にずっと置いてあるんですよ。これ結構ね、自分的にはその総合風邪薬の中では、まあ自分は効く方、これ人に個人差あるんで、自分は効く方なんで、これにしてからずっとこれじゃないかなに置いてたりするんですけど、まあこれ飲んで寝たんですよ。で起きたらなんか喉がこんな感じで、今な多分薬が効いてるからちょっとね、ちょっと良くなったんだけど、もう寝起きなんかもうすごいって感じで、もうなんか喋るために突っかかるみたいな感じで、なんかね、なんだろう、風からまたなんか違う種類の風邪になったなみたいな、とこになっております。で、8日か12月8日の、朝4時に ING のセールに行こうかと思ったんですけど、全然風邪で無理でした。もうこういう状況だからね。で昨日の寝る時からなんかおかしいなって思ってて、で起きたら悪化してたっていう、違う風邪の種類で悪化してたみたいな感じなので、皆さんもね、気をつけてください。今年喉で来るのか、でも最初の先日の2日間ぐらいとまたなんか違うんだよね。なので、皆さんもね、本当風邪ね、気をつけてください。今からね、またこう寒くなったり暖かくなったりで、おそらくこういう気温差が激しいじゃないですか。でもこの辺で、こういろいろこう体のね、なんか弱い人はこう風邪ひいちゃうの、弱い方だから、だからこういうのね、風邪薬を常備で置いてるぐらいだからね、こう見えてもちょっと弱い方だと思います。だから風邪ひく前に極力もう飲んでたからね、ずっとこう数日の飲みっぱなしな状態だったんですよ。だけど、まあ、やっぱ外に出たのがちょっと、ダメだったのかなと、いった状況です。以上でございます。まあ釣り具屋さんは風邪がちょっと治ってからね、他の人とかもいるから移しては悪いと思いますし、良くなってから、ちょっと見に行こうかなといった感じになっております。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。